昨日は1日目ありがとうございました楽しかったですね、とても。どうでしたか、ステージイベントとか。そう、メイクノイズね、すごいんですよ。あれちょっとわーってなったのは、メイクノイズのことなんですけど、間奏が長くなって、その先生が作ってくださったダンスをやったんですけどそう、めっちゃ難しい、すごいやつなんですけども、どうでしたか。なんかあれが、なんか NGT さんもそのメイクノイズの前のブロックじゃないけど、前でなんかかっこいい自然渋滞みたいな曲をしてて、でメイクノイズなんかかっこいい対決みたいなところだったらしくて、頑張りました。そう、曲を交換したりね、あの際は別にとか、楽しかったですね。言葉にはできない、昨日しか行けんかったのに一部間に合わんかっただって大丈夫だよ、また来てね。ウィンナー買ってくれてありがとうはね、屋台とか、まあ、ハイタッチ会もねあったんですけど、その後に屋台も行ったし、博多の香りにも行ったんですけどそうそう、めっちゃかっこよかった、嬉しい。後ろ回りみたいなのじゃ、そうなんだよね、もう床を使ってるから、びっくりした。コッペのパジャマかわいいでしょ。NGT メンバーと写真は撮りました。昨日はみんな写真撮ってたから、3人の方しか撮れなかった。X に載せてるのでぜひ見てくださいホットドッグ美味しかった。ミスドはなんかミスドのなんかドーナツ屋さんみたいなのができてたんですよ。射的当たったよね。射的にいたんだけどさ、みんなさ、射的当たらないからってさ、電線来ないじゃないですか。当たるよ射的も。だから射的は多分あれは体勢がね大事なんだと思うよ、私見てて。あのめっちゃかがんで、なんか当たった人って全員なんかすごいいい構え方をしてる。してたからみんなもいい構え方をしてください。ちゃんと腰を下ろして
そうするとそれでめっちゃ体勢前にとかにしたらいいんだよ。なかなか美味しかった。やった。朝のコーヒーいい感じ、髪の毛ウェーブしてる。そうな、なんかね巻いたみたいになるの朝って。朝巻いたみたいになるからいいでしょ。恥ずかしい、恥ずかしまくってたのに恥ずかしい。わかるよ。なんか大体ねお話し会来てくれた方とかはねわかります。うん。佐藤かえりちゃんが最新で HKTO でたのパフォーマンスベタボメしてた。おお。嬉しいですね。なんか予行がカレンレンでなんだっけ、この回ってるなんかルーレットみたいにこうやってやるやつだったんですけど、カレンレンのところめっちゃ行列できてるんですけど、私のところがちょっと全然人が来なかった。みんな射的さ当たらないからさ。難しいよねあれ。だってさ動くけどさ倒れないもんね。髪の毛染めてない。どこでもドアがあれば会社行きたい。私のオンライン楽しみすぎね。オンライン楽しみで記憶力すごい。ダーツダーツ。磯部さんかなとのあと写真撮ったんですけど、そうあのさ、いや別にのポジションが磯部さんのポジションだったんですよ。あのスイスイさんがめっちゃ可愛かった。私はなんか結構楽屋が違うくて廊下とかですれ違うんですけど、めっちゃ可愛いと思って。もうで、そうみゆみゆさん、キャプテンのみゆみゆさん、めっちゃ声が可愛い。あんな声で喋ってみたいなって話してました。メンバーと。博多のカレーキッチンカーの隣でチョコン立ってるのが可愛かった。中入れるとかと思ってたんだけど入れなかった。NGT メンバーはそう衣装だったんだよね。私たち私服だったけど。ちょっといっぱい おしゃべり会とかオンラインとかあるからさ、お洋服がねちょっと買い揃えてないといけないですね。
12月の名古屋の個別ハイタッチ会楽しみ。うん、名古屋はね初めて行きますね多分。横浜寒い、寒くないと思う。ヒーローの横っぺもそうしゃべる。え、呼ばれたいんですよ私。ヒーローと話してるの大好きだから呼んでください、お願いします。私もヒーローラジオでタイルス。え、名古屋ってコンサート行ったことあります？愛知県、じゃあ愛知県行ったことない気がする。おはようございます。久々に喋ったメンバーとかも多くて、神イベントだったな。ループ止まらなかったみんないろんなとこ回ってました。この前は神奈川行ったことないって言ってた。神奈川行ったことありましたそう、当日券があるからさ。そう、見てください皆さん、ぜひ私のところへ来てください。めっちゃ寝起き、めっちゃ寝起きじゃないです。寝起きみたいな髪型だよね。でもこんな、一人部屋です。あのさいや別にっていう曲が結構私覚えられなくて、難しくて過去一難しいくらい難しかったんですけど、なんかアイステラブルがサマステでやったんですけど、アイステラブルも結構あの難しいんですよ。あのなんか手がこうやって I love you とか言って結構細かいんですけど、それを超えてきて、なんだっけ、言葉にはできない I love you で、このマイク持っててこれで U 作るんですよ。でおさ、なな地味はなんか恥ずかしいふん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 、じゃ友達だと長い約束をしていた僕、これで埋まるでしょ。でこれで N なんか作ってるみたいな。どうすればいいかな。これハートか。めっちゃ難しいんですよもうこれ。全部手が違う。じゃあちょっと15分経ったので終わりたいと思います。ちょっと短くてごめんなさい。じゃあランキング読みます。13位、
タカさん、ありがとうございます。ジュニー、ゲンザブローさん、ありがとうございます。ジュイチレッドファイブさん、ありがとうございます。ジュイ博多なるなるさん、ありがとうございます。キュイニスケンさん、ありがとうございます。ハチホタテさん、ありがとうございます。あ、変わった。ジュイさん、ヤスヒロさん、ありがとうございます。ジュイニレッドファイブさん、ありがとうございます。ジュイチ博多なるなるさん、ありがとうございます。ジュイニスケンさん、ありがとうございます。キュイカオリペさん、ありがとうございます。ハチヨシさん、ありがとうございます。ナナヒデさん、ありがとうございます。六位バウチさん、ありがとうございます。5位ホタテさん、ありがとうございます。4位タワー魚さん、ありがとうございます。3位のリップさん、ありがとうございます。2位マイナ君、ありがとうございます。1位ヤスさんでした。ありがとうございました。では今日も2日目よろしくお願いします。頑張ります。ハイタッチ会も来てね。バイバーイ。また後で。